アメリカのロックバンド。1990年にロサンゼルスで結成。1992年にワーナーブラザースレコード参加のスラッシュレコードと契約。バンドはミネソタ州に向かいスティーブ・アルビニプロデュースで、ファーストアルバム、コンフォートのレコーディングを行った。アルバムは9月にリリースされたが、バンドとアルビニはアルバムのサウンドの仕上がりに満足できず。 翌1993年にスタジオに戻りセルフプロデュースでアルバムの制作を開始した。セッションの途中でドラマーのガウスが脱退し、スコットが新ドラマーとして加入するまでエドワーズがドラムパートを担当した。1994年3月にセカンドアルバムマグニファイドをリリース。プレスはアルバムの音響やバンドサウンドの進化を称賛した。 1995年にイリバンドは次のアルバムの作業に取りかかるが、レコーディング終了間際にワーナー側から契約満了の知らせが入る。この頃にメンバーはサイドプロジェクトにも打ち込んでおり、アンドリュースとエドワーズはレプリカンツのメンバーとして活動し、アルバムをリリースしている。スコットもセッションドラマーとして活動。その一方でメンバーは、 新しい契約先を探していたが、ワーナーが契約を公開して、ニューアルバムをリリースしたいと、バンドに申し出る。1996年8月にサードアルバム、ファンタスティックプラネットがリリースされた。この頃、スコットの元バンドメイトで後にクイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジに加入するギタリストのトロイ・バン・リュウエンが、加入し、アルバムリリース後のツアーに帯同した。 1997年11月19日、バンドの解散を公式に発表。アンドリュースは後に、プロデューサーや、レコーディングエンジニアとして、頭角を表し、9イ,インチネイルズ、ジミー・イートワールド、メイ、ブラックレベルモーターサイクルクラブ、コープランドなど、多数のアーティストの作品に参加した。その一方で、自身のソロプロジェクトであるオニア、 ロックバンドイヤーオブザラビットのフロントマンとして活動した。エドワーズはバンド解散前からサイケ・ポップバンドラスクに参加し1枚のアルバムをリリースした。ラスク解散後の2000年にシューゲーザーバンドオートラックスを結成した。また2018年以降スマッシングパンプキンズで活動を再開したジェームス・イハの代理としてアパーフェクトサークルのサポートを務めている。 スコットは1998年にカナダのインディーロックバンドブリンカー・ザ・スターに加入、その後はベルルカ・ソルトやエネミーといったバンドに参加した。2013年の暮れにバンドはアンドリューズ、エドワーズ、スコットのトリオ編成で再結成を発表。翌2014年2月13日にロサンゼルスのエルレイシアターで最初の公演を行った。5月にはライブ EP、 ツリーオブスターズをリリースした。2015年6月30日、19年振りとなる4枚目のスタジオアルバム、ザ・ハート・イズ・ m o モンスターを自身のフェイラーレコーズよりリリース。ありがとうございます。